あの昔パパ活をしてたんですけど<ー>びっくりしたことがあって<ー>聞いてほしくてあの女の子のパパ活してる人気をつけてっていうのを込めて先にびっくりしたのが、うん、駅前で待ち合わせをしたんですよ。でそのののパパおおじさんが、うん、昔女の子にお金だけ取られて けられたことがあるからちょっと目の前でお金を封筒に入れて、うん、コインロッカーに入れるから、うん、そこを見ててホテルに着いたら鍵を渡すからそれでいいって言われて、うん、まあ確かに目の前でやってくれたんでいいですよって言って、うん、ホテルに着いた鍵もらって別れたんですよ。そそのの鍵鍵が偽物やったたたんんないいいいれででは開開すよ開いたう その封筒を取り出したんですよそれで中身見たらお金が入ってなかったんですよマジック <laughs> そうそうなんですその人多分なんですけどマジックが相当上手い人で <laughs> 目の前でマジックされて <laughs> <laughs> お金をもらえなかったんですよ <laughs> <laughs> ほんまかそれすり替えられたんじゃない封筒すり替えられたんじゃないのいや,いや目の前で本当にあの封筒の中にお金入れられて、うん、で本当に目の前であのコインロッカーに入れて、うん、で 鍵かけてで、うん、ちゃんと目の前でやってくれたんですよ全部目の前にやったのにもかかわらず封筒にお金が入ってんだ同じ封筒でしたなそう同じ封筒でしたマジかも本当にそのお金入れてから鍵かけるまで目の前でやられたんで <laughs> 全部一連の流れやってくれたんやそうですそうですこれびっくりしちゃったんですよ<ー>私鍵二つ持ってる<ジ>えでも多分コインロッカーで鍵二つもないよねないですないですあったらやばいもんねあの普通に駅前にあるああだよね それで目の前でやって目の前で鍵かけてそのまま鍵を渡してくれたんやそうですそうです確かにそれだったらどうやってやってんだろういやだからマジックがすごい上手いんじゃないかなって思っ<か>たかまあおめえがちゃんと見てなかったかいや本当にそれは見てたんですよ封筒の中にちゃんと一枚入れたのなんかこう封筒の裏にさ一枚を入れる風に重ねただけとかじゃなくてでも本当にちゃんと封筒に入れてたんですよこう目の前で手元を見せてくれてやってくれたんで本当にわかんないんですよねそのトリックが どういうことだ二個ロッカー使ってたんじゃないああ、本当に鍵のところってその封筒そいつが入れたロッカーあ,あですで,ですそれはちゃんと確かですちゃんと合ってる合ってると思うあ、でもなんかそうやって言われるとちょっと不安になってきます <laughs> <laughs> 要はさ二個ロッカー用意しててお金を入れた封筒のロッカーと違う鍵を渡したみたいな隣のロッカーを なるほど確かにあり得るかもしれない, <laughs> <laughs> いや。ああなんだマジックじゃなかったんだ。確かに言われでもあるかもねそれもね。確かにああ。 えでも番号今はもう覚えてないですけど、うん、その時入れた番号確か一緒だった気がするんですけどねえでも中に封筒入ってたしえだからそのロッカー2つ用意してて<え>君の目の前で見せたロッカーじゃなく、はい、その事前に入れてるわけよ空の封筒そのロッカーには隣のロッカーか下か分かんないけどあなるほど確かにそうう可能性もあるよね <laughs> そうですねいやまあてか パパカツ怖いね。やめろとし、言いようがねえ、マジで。もう結構前の話。なんで、二、まあ、個目が、こう本当になんか怖い話なんですけど。うん、てか、まあ、パパツっていうか、援助交際だったんですけど、なんかもうコメント言って、うん、みんな売春って言ってるか、らあれなんですけど。太っちょのおじさんと、ホテルに入って。っ、うん でガラス張りのお風呂あるじゃないですか酒お風呂入っておいでとやったからお風呂入ってガラス張りだからその外見えるんでそのおじさんの方ちらっと見たらバッグから何か取り出して私の飲んでた缶の中になんか薬物っていうか粉みたいの入れてて、えー、<laughs> <ー>で怖っと思って出てて、うん、何も見なかったふりしてあ「じゃあ次入ってきてください」って言って。うん そしたらそのおじさんがガラス張りの向こうで張り付いてて私のことずっと見ててそのまま出てきて「え何してるの?」って言われたんですけど「うん、なんか薬入れてましたよね」って聞いたんです、うん、そしたら「え何のこと?」って言われてそのままなんか行為が始まったんですけど、うん、そのまま始まったんかい もう逃げようがないし、私もその時お金なかったから、ちょっと頑張ろうと思って。うん、で、そしたら、とりあえずお酒飲みなよって言って、うん、すごいそれを進めてくるんですよ。うん、そのなんかこないりのよく分かんない。うん、で、私、怖いから一切口に含まなかったら、あれ、ちょっと汚い話なんですけど、ケツの穴から入れようとしてきて、あの、<laughs> <laughs> まあ、それだけなんですけど、<laughs> 何だったのかなと思って、その薬が。いやいや、怖い怖い、意識に飛ぶやつやろ、それだって。 だ教えがまだキュッてして入らないようにして頑張ったんですけど、うん、だから皆さん、うん、絶対にパパ活とか援助交際しない方がいいですよっていう注意喚起のお電話でしたなるほど,、ねうん、るほどでもこんだけ話してもやるやつやるからね自分は大丈夫だっつっていやーこれ体験しないと分かんないかもしれないですね本当、うんうん、怖かったですよなるほどね ちなみにいいくらぐらぐもあったの、はい、それはその時はその時まだ私少女であの、えー、<laughs> 挿入なしがよくてなしで3万もらってます、うん、ええー、そんなに、はい、うんわかりましたはいはいまあパパ活気をつけろよとはい気をつけてはもうしててないんんで、はい、皆さん気をつけてください気をつけてくださいってかもうするなよな本当にな、うん、でパパ活って違法じゃないんでしょ違法じゃないからしちゃうんだろうねいや怖い怖いお尻をキュッてキュッてやれば入らないのか <laughs> 入るだろう <laughs>。何の話。や今 <laughs> すごいね <laughs>。めっちゃ電話かかって。あ、もしもし。はい。あ、さっきのコインロッカーの女性。ああ、トリックわかりましたか。いや、トリックが分かったとかじゃないんですけど。じゃないんかい。全く同じ経験をしたことがあって。ええ。マジックの被害にあったってこと。そう,そうです。そうです。本当数年前とかなんですけど。今でいうパパ活っていうのかな。をしようとして、男の人に会って、その目の前でお金。 封筒なんか入れられてコインロッカーにこう入れて全く同じやねで終わったら「私ね」って言われたんで <laughs> うん,なんだ全く一緒だって思ってそれロッカー一緒でしたえ一緒だったと思うんですようんなんだろうねこれどういうトリックなんだろうね話だけ聞くともうほぼほぼ不可能じゃんはい犯人いるこの中に教えてどうやってそのトリックやってるかトリックやってる人の画像ですなるほどこいつだったらもうダメだなミスターマリックやったらこれだったらもう無理だちゃんと見てた ちゃんとはい見てました、見てました、ちゃんと見てたけどだめ、なんだろうな、いや、合鍵は絶対ないって、コインロッカーの時点で、駅とかなんでしょあ、そうです、まさに駅です。えー、気になる、なんとかしてくれ、なんかマジックやってる人いるじゃん、俺のリズムなんで、わ <laughs> かんないの、誰か、それ、トリック、私はその駅員さんが持ってっちゃったのかなと思ったんですけど、え封筒すらなかったの、その時は。封筒すらなかったと思います。すすっっかかからかんですかあ,あ封筒もなかった はい、え封筒もなかったその防犯カメラがあったんでコインロッカーって現金入れちゃダメなんで,でキエンさんが持ってっちゃったのかな<や>のっていやなわけないでしょだってそ短期間で持っていくわけないやろ <laughs> ってことはやっぱり今一番多いのが封筒入りのロッカーと空のロッカーなのやっぱり、はい、だから渡された鍵のところは空のロッカーだったっ待って待ってなんか書いてあるじゃんパパ活でやり逃げ事件になった手口 駅などで待ち合わせしお金を入れた封筒をコインロッカーに入れ鍵を閉める鍵を女性に渡し事後に自分で開けに来てお金を受け取ってといいホテルへ移動、まあ、実は男が別の鍵を渡しており、ね、お金は女性と別れたすぐに男が回収していたという事件ああやっぱりそういうことだ<ー>別のロッカーの鍵なんだやっぱりだから君はあの同じロッカーだと思って、はい、でも実は違う思い込みなんですかねそう番号で見てるんだよ番号で要は なるほどえ、まあ、まあこれしかないよなやっぱりなでもなゲストはうわーマジでこれすごいねマジっすかそこまでしてって感じだよねなんか <laughs> そこまでしてやるっていうなんかいるよねツイッターでみんな知ってるかななんかパパ活撲滅男みたいなさいない、はいえー、制裁するみたいな,ない知らないいるんだよなんかツイッターであのパパ活してる女に天宙を下すとか言って。<laughs> はいうん、今日も騙してなんか中に出しましたとかお金も払わず逃げましたみたいななんかいるんだよね、まあ、だからねマジックにやられたってことかな <laughs> うそうですねもうやらない方がいいですねはい,はい,、はい、いや間違いないねはい、はい、ありがとうございましたありがとうございましたこれまたパパ活被害者ですかこれ電話かかってきてんの <laughs> あもしもし、はい、パパ活の前に援助交際が流行ってた時に、うん、それの元締めをやってたことがあって <laughs> 元締め どういういこと<あ>やらせてあ、そうですそうですお前,お前 <laughs> 犯罪だからなマジで言ってるけど <laughs> そうですその時なんかまだそのパパ活って言葉がなくて<ー>で、大体女の子をその出会い系で男をつ見つけてで行かせてお金をもらってくるっていうパターンだったんですけどあ、ま、っせんだよもう援んあっせんで逮捕だよ <laughs> おめえはほんでまあそういうのがまだ流行ってる時期で。うん そのコインロッカーののやつもその時もまだありましたあその時からもあるそのあ昔ながらのマジックなんやそうですね今パパカツはもうなんか体ありきで <laughs> なるほどね昔からある手法をパパカツのおっさんのまあやってると結局そうですね今の子はそういう昔からあるの知らんとまあ俺も知らないしね正直そうですね、うん、昔の援交が今パパカツって名前に変わっただけでうん やり方が変わってないなと思って。なるほどね、わかりました。了解です。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。犯罪者から電話来たけど、もしもし。あ、もしもし。え、これ来た。すみません。これ犯人です。あの、いや、あのパパカツのパパの方なんです。<laughs> <laughs> 犯人の方じゃねえからだから <laughs> <laughs> おい。パパ来ちゃったよ。え、でも本当に騙したりとかしてないんですけど。あ、騙したりしてないのね。はい。あのこういう世界があるよっていう。 伝えたいんですけどえそれはいや、まあ、パパ活っつって,言ってもそのやるとかじゃなくて普通にご飯とか、うん、お買い物とかの方なんですけどお<う>あの本当に楽しいですよ。何がなんかその可愛い女の子の中でも原石みたいな子が結構多いんですよ。原石はい。女こいつアイドルとか女優やってもいいんじゃねえぐらいのそうです。お<う>なんかその風俗とかになっちゃうとすごい慣れてるみたいな、まあ、やるわけじゃないんですけど。 でなんか無くなちょっと純粋な子もおるってことそうですねこれ大丈夫か <laughs> こういうことをねでも俺の配信で言うとせっかくねあのパパ活危険やからやめようって思ってたのに、うん、女の子が「うん、お前の話を聞くと、うん、やっぱりそういう人もいるよね」っていう、ね、そういう人を見つけようって「私は大丈夫」って思ってやり始めんのよ <laughs> やめといた方がいいですね。<laughs> はい、でも、それさ、なんか、俺はね、めちゃめちゃ虚しいと思ってて、お金払ってさ。女の子は、だって、結局、俺らのこと気持ち悪いと思ってるわけじゃん。金のために付き合ってくれてんやろ。やあの、最近の女の子って。うん、イケメンでも、お金ありじゃないと、なんか、その。無理みたいなのが多いんですよ。かだから、俺も持てんのかな。<laughs> 最近の子はじゃあ何をとりあえずお金なないいとダメみたいな、はい、イケメンの男の子とって無料でデートするよりも、うん、お金もらって自分にプラスになるような時間の方がいいみたいないやみんながみんなそうじゃないと思うけどそれでもパパ活やってる子はそうでしょだってお金に困ってるからやってるわけでじゃあ例えばさ、まあ、楽しいよって言ってたじゃんお金払ってデートとかするわけじゃないですかやるつもりなくてなんか相手からそういう流れになったりとかしたことあるの あありますそれはあるんや相手から逆にみたいな、はい、えそれでもお金は発生してんの<あ>してない自分の時は無料でした、うん、あ無料なんや、はい、いきなり会ったらもう手繋がれて行こうってなってしゃれたデザート屋さんでデザート食べて、うん、この後帰るって言ったら休もうって言われて、うん、逆にえそれはお金発生せずにあ 無料でした。ええ<ー>。あそういった経験がちょっと多いので、ちょっとやめられないっていうのがありますね。<laughs> やめられないと思う。<laughs> ほんとにやめられなくていいんです,ですちなみに、どこでさ、それ募集すんのこれはそういうの言っていいんですかね。ああ、言ったら何、あのー、そこに殺到して自分の獲物が少なくなるって。ああ、<laughs> 違う<の>。いや、まあじゃあ、<laughs> サイト名は言わなくていいけど、アプリとかなの、ね、やっぱり。ツイッターなの、それとも。自分はツイッターです、ね、あ、ツイッターなんや。 アプリはもう本当に慣れたことしかいないんじゃないですかそうなんやちなみにそれはどれくらいなの一回のデートっていくら払う？自分は1万円払っても 1, 1>,、うん、1万円安っマジで可愛い子多いのいやめちゃめちゃ多いですよええー、中にはその本当に吹奏楽部の端っこみたいな子もいるんですけど <laughs> おいそれ言い方可愛い子多いですねこれこれさんが好きそうな子多いですよええ？俺が好きそうな子多い 普通にこれリスの子めっちゃいますよ。<laughs> えそれは何話でさ <laughs> これこれ見てるみたいなあこれこれさんすごく面白いですよね。<laughs> おいこれ絶対いいワンチャン聞いてるかもしれないです。知らねえぞ俺。絶対聞いてると思いますよ。マジこれリスどんだけやっとんねん、はい、ババ活。いい加減しようよ。はい、なるほどね。はいすいません。おいやめろ